いただきます。スモール彼女と。マッチョ彼氏のカップル世界一周。かわいい。Thank you.噛まれるんだって。背中もっと。あーほら、やべやべ。あー。あー、いちゃいちゃいちゃい、これ大丈夫これ。大丈夫。やだやだやだ。来ないで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 しょ。本当に。締め付けてくるんだ。あ、こんなくぼれにも。うわ。食べられちゃうよ。食べてやる。食べてやる。よっ。ちょっとやめ。はい、ということで終わりました。プロソジャウルスコブですかね、まあ、文化ってちょっとわかんないですけど、どうでしたか。もうあれ怖かった。怖かった。もう苦手なんだよね。ということでね、ここ面白いですね。多分世界中でクロコダイルと一緒に、まあ、プールに入れるっていうのは他にないんじゃないでしょうか。 Few minutes later。はい、ということで今からですね、ダーウィンからケアンズまでね、これは国内線ですね、オーストラリアの国内線で今からジェットスター、ね、格安航空会社で向かいます。でちなみにジェットスターはなんか7キロまでであればあの機内持ち込みが無料でできるんですけど、今回10キロだったんで持ち込めないということで、なんか50ドル払わされました。はい、それで持ち込むことができるということですね。それでは行きましょう。はい、ということでケアンズに着いたよっ。はい、すごい湿気。まあ、さすがもうオーストラリアケアンズということで、めちゃめちゃ空港が綺麗です。しかも日本語で案内も書いてあるんでね、このタクシー乗り場としてね、はい、非常に日本人にも分かりやすくなっております。ケアンズではまあ普通にメータータクシーに乗れるということで、こちらのタクシーに乗っていきます。ちゃんとしたタクシー像。ぼったくりようがなさそうなメーターですね。ちゃんとね、こちらケアンズですね。こんなしっかりした機械ですね。久々に見たね、こんなんね。めちゃめちゃいいじゃん。よっ。はい、ということで到着いたしました。レレイクリスタルブロックホテルということで、なんと今回の旅で一番豪華なですね、ファイブスターホテルに到着します。イエーイ。はい、ということで今ですね、お部屋の前に到着いたしました。それでは、どんな鍵なんですか？コースターみたいなやつ。コースター？俺はビールとかを上に乗せるやつですね、グラスを。コースター？ちっちゃすぎますけどね。本当にその木で開くんでしょうか？じゃあ、開けてちょうだい。オープン！
よっぴとか言わないんだね。あ、来ました。いよっ。ドアがめっちゃ重い。おほほほほほ。ミニバー。うわ、コーヒーカップがかっこいいし。うわ、ここ数日の宿からずっとレベルがすごい高いぜ。飛び込みたい、このベッドに。行ってみてください。さあ、それではこの素敵なホテルのベッドにダイブしてみようか。じゃあ加速つけて行ってみよう。せーの、スタート。やっためちゃめちゃ嬉しそうだな、お前さん。あ、もう抜かしてる。うん、早く。やったー、素敵なホテルだー。行きまーす。はっ、こう。Thank you for watching. やって。大変なことになりました。いやー、どうしようこれ。